おはようございます、兵庫の朝です。はい、朝です。今日は神戸でおしゃれデートよ。誰あ、神戸と言ったらおしゃれ、おしゃれといえば神戸、はい、みたいなとこなんでね、うん、まあ、2人でね、うん、今日はおしゃれデートしたいなと思うんすけど、はい、その前に前にめちゃくちゃやばい海鮮丼があるらしいぞおしゃれデートは本当にやばいらしくて、いろんな意味でやばいんですよ。これそれ食らってね、はい、そっからおしゃれデートしようと思う。そうだね、とりあえずやべえ海鮮丼行ってきます。行ってきます。ちょっとマジで朝早いんで、あれそうやばい、本当にやばい。ちょっとマジ眠いでいいのよ。つうわけでやばい海鮮丼、ここ神戸のお寿司屋さん、回らないお寿司屋さんだよ。朝の8時半から並んで9時に店に入れてもらえるのね。でランチ営業はそう11時半からなの。でもということは、いや9時13分なんで、うん、2時間15分そうだな、ちょっと待とうと思いますまあそんなこんなありながら僕らが頼んだのは上海鮮丼。やばいな、初めてよ上海鮮丼なんて。しかもこの9時半の時点でもうランチ完売してるっていうね。これがヤバさの秘密ですよ。朝の時点でランチが終わるっていう、これは何ご飯なんだ。まあ、それまではもうスマホゲームポチポチして、とりあえず2時間待ちます。はい、これ4年大好き。はい、俺の勝ち、はい、俺の勝ちドーン、はい、来ました上海鮮丼ドーン。ヤバすぎるでしょこれ。この森見て、これ森だよ森、森ファンタジーだね。森ファンタジーはイオンにあるゲーム屋さんもう世界中の海から魚集めましたみたいな森、すごいことになってるよ本当に。とりあえずどこから食べればいいんだこれはいただきます。どうしようかな、うん、ここら辺から食べるのが基地かな、いやわからんここから行ってみよう。これはなんだ。タイだ、タイタイ、すごいタイ食べれるのか。パンパンや、米パンパンだ、ご飯茶碗パンパン、いただきます。これは美味しい、ご飯も食べて、あ、めちゃくちゃ新鮮だ、プリップリである、これが新鮮。いただきまーすあー、どれから食べよう、どれから食べよう、うわ乗りすぎてるよね、これもうまさにいっぱい遊園地。あ、ブリ食べよう、ブリ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 かな、これハマチかな、うーん、うまいー、うまいー、うー、震えるまさ、米を食べたい、米を食べたい、米全然これ、あ、米ちまっとしか食われないね、これね、すごいんですよ、盛りすぎてるのよ本当にあー、しかしうまい、温泉使ったみたいな顔してるわこれ。これなんかわからんけど食べよう、おー、おいしい、エビだ、エビエビエビ、うん、まー、エビうん、まー、うまいなこれな、なあ、おいしいな、ナンパじゃない、見てこれ見てこれ、ほら米パンパン、これ好きやで言うならネガくらいある米、いや本当にすごいんですよ、1100円とは思えないコスパで。あと味噌汁も見てこれ、なんか入ってるの、お魚いっぱい。あれ、あっちゃんどうした。いやちょっと多いっていうか、いやすごいっすねこれ、あの波の女子じゃ食べれないですこれ、はいだがしかし、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、誠にコスパがやばい、めちゃくちゃ美味しかったです。葉っぱじゃなかったね、イエー、ほっぱび、というわけでね、はい、寝てました、はい食いすぎて、食いすぎてお腹もうパンパン今からおしゃれデート、今からね、そう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 、ね、夕方になっちゃうけどおかしいな、こんな予定じゃなかった、海鮮丼が強すぎてすげえやちゃんなあ、もう千と千尋じゃん、なあ、これは八百万の神様が乗ってるよ、すげえなんか立派、乗るかこいちゃん、あれ1400円、まあまたの機会にするかケチわやべえ、フォートタワーゴリゴリ修理中じゃん、なあ、これ見に来たのにおお、B 神戸だ、だいたいおしゃれな人はここで写真撮るからな、おしゃれポーズ頼む、やべえ死ぬほどダセえ、うわダセえうわチェンチェンチ、全然おしゃれじゃないわ、あいちゃんほんとダッセえ後ろの人に笑われてるから帰っておいて恥ずかしいねーちゃん恥ずかしくねえ久しぶりやな中華街なあ、久しぶりだな、何食う、何食う、何でも食えるなあ、何でも食えるな、もうな、寝たから復活したから、復活した
おしゃれだからね、やっぱでもな。そうだな。そうそうそう、今日のテーマおしゃれデート。フルーツ飴食べようかな。復讐って言いたい。いちご飴好きだもんな。好き。いただきます。お。どうだ？うま。うん。いっぱいだし、冷たくて美味しい。いいな。前いちご飴専門店行った時もね、すごい美味しかったけどね、うん、これもめっちゃいい。へえ。いや、これはね、最高。フカヒレラーメン。フカヒレ。おお。すげえ。ほら見て見て。はい、おしゃれ。おしゃれ。おしゃれですね。おしゃれかそれ。フカヒレなんかめったに食えないから。食べないね。350円だからこれ。安っ。本当にフカヒレかそれ。フカヒレだわ。やめろ。いただきます。あー。感じる。感じる。高級だね。ファビュラス。ファビュラス。350円。これが入れだわ。おお。ちょっと俺の方がおしゃれで。あ、なるほどね。おお。いちご飴食べていい？興味ないね。なんか入れないも興味ない、ね。お腹いっぱいだよ、あいちゃん。なあ。食った。食ったなあ。食ってしかねえ。おお、おしゃれデートどこ行った？なあ。なあ。ただ食べただけのデートになっちゃった。よくないね。おお。よくない。おお。おしゃれ挽回する。マジ？おしゃれ挽回してこう。北京ダック食べほとか。おしゃれの概念どうなってんの？夜景を見に行こう。おお。夜景を見に行くことがもうやっぱりね、はいはいはい、やっぱり最大のおしゃれデートと言える。神戸一おしゃれなデート、大人のねロマンスデート。おー、連れて行ってくれー。ゆるいな。夜景近いぞ。めっちゃ登ってきたからな。ちょっと疲れたな。ちょっと疲れたな。あ、なにこれ。あ、光ってる。道が光ってる。天の川みたい。本当だ。やん。やん。やん。これ私も光ってない。え、本当のズボンめっちゃ光ってない、なんか。これはもしかしたら。もしかしたら。もしかしてだけど。オーバーホールめっちゃ光って、待って待って待って、すげえ光ってるわちゃん。織姫になれる気がする。いや、オーバーホールの織姫って。行くじゃん。夜景はすぐそこだ、織姫。あー綺麗だなー。なあ、めっちゃ綺麗。日本三大夜景だよちゃん。思ってた数倍綺麗だったなあ、うん、めっちゃ先まで見える。ねえ、感動だよ。100万ドルの夜景って言われてるんだって、この夜景。おお。でも100万ドルな感じする。たくさんの人の温かな家庭と、たくさんの人が働いてる社畜の光。社畜の光。お疲れ様です。今日金曜日だからな。そうだな。あの、お家帰ってビールでもお飲みになってください。帰ろう。俺たちも帰ります。帰ります。